ハワイ州道195線からハワイ州道205線へ入ってすぐの道路サイン・ポーハクロア米軍訓練所付近の新道路。後方はマウナロア山ハワイ州道205線は別名がサドルロードともダニエル・イノウエ・ハイウェイともいいアメリカ合衆国ハワイ州の最大の島であるハワイ島にある州道の一つで島の中央部を東海岸の広と 西海岸のカイルアコナを最短距離で結ぶ道路の一部として利用されている。ハワイ州道205線は東海岸の広と西海岸のカイルアコナを最短距離で結ぶ道路の一部として利用されている。ハワイ州道205線はハワイ島の中央部分で北にあるマウナケア山と南にあるマウナロア山、フアラライ山の間を抜ける道路で広または カイルアコナから溶山へ入山するのに使われてきた。もともとは、未舗装の道路で、上下が激しいサドルロードと呼ばれた道路で、最近までレンタカー会社はこの道路での事故は保険に含まれないとした状態であった。1959年にハワイが州に昇格した時からこの道路は、はしかし、この道路の利用が進むのに対応して、 1992年には再整備が始まり、2013年には路線も少し変更されて完成し、広川の普通道路も含めた新州道205線が開通して、ダニエルイノウエハイウェイという名称も付けられ、現在は全長 84.8km になっている。観光客が多い西海岸のカエルアコナからはまず、州道190号線で、 ワイメアの方面へ向かうと、右手に、フアラライさんが見えて、しばらくすると正面に、小原山地、右手前方に、マウナケア山が見えて、ワイメアへ達する手前で右折して、修道205線に入る。この修道を東へ向かうと、左手のマウナケア山と右手のマウナルア山の間を、進み、ポーハクロア米軍訓練所を経て、次第に、高度が増し、周りは、 小さなドーム型の噴石球がたくさん見えて、間もなく最高地点に達する。近くにプー、フルフルというハワイ人の聖地を中心に公園があり、そこから隠し点問題が林立する真ナケア山へ登る道路の入り口もある。この辺りは、東から西へ抜ける風が強かったり、霧が立ち込める場合が多い。その後は徐々に下って、 島の東の風上側のタウリン地帯を抜ける。広の市街区の近くになると、修道200は左へ昔ながらの坂が多く、曲がりくねった、狭い、サドルロードへ入り、ワヤヌエヌエアベニューに入り、海岸沿いのハワイ修道190号線で終点になるが、これは、付近の住民にしか使われない。広い道路の方は、ハワイ修道2000号線の標識があり、 ここをさらに進むと、コモハナストリートにぶつかり、さらに東エプアイナコストリートを進むと、ハワイ州道11号線へ達して終わる。ダニエル K のハイウェイ、ニューセグメントオブサドルロードオープンズ、サドルロードを走ろう。ありがとうございます。